新章は、韓国の労働運動家、女性政治家、進歩新党共同代表、統合進歩党共同代表、正義党院内代表、正義党代表、軽気道派集群高稲だめ生まれ、ソウルシオン大楽に転居し、1971年にソウル体操諸島学校を卒業し、1974年沖岩中学校、1977年には、 明治高等学校を卒業した。ソウル大学校師範大学歴史教育学科に進学して卒業した。その後、1980年に旧老公団に偽装就業して、労働組合を組織する活動など、労働運動を行った。そして、大アパレルでミシン作業に従事しながら、労働組合を結成したが、1984年に、 労働組合結成及び労働葬儀の首謀者として指名手配された。しかし、逃亡中の1985年6月、全都間軍事独裁政権期の最初の政治的ストライキである九郎を同盟ストライキに主導的役割を果たした。その後、逮捕され、1993年に懲役1年、執行猶予2年の判決を受けた。九郎同盟ストライキ以後は、 組織的な民主労働運動の先頭に立った。1987年8月、大衆政治組織として、ソウル労働運動連合結成に参加した。以後、1988年全国労働運動団体協議会、結成に参加し、1990年全国労働組合協議会で、葬儀局長と組織局長を歴任した。1995年11月、 民主労働運動の総結集体である全国民主労働組合総連盟が結成された後、1996年から2001年まで民主金属連盟及び金属産業連盟の事務所長を歴任した。2001年産業別労働組合である金属労働組合が結成されると金属労働組合事務所長などを歴任し、2003年最初の産業別中央交渉を通して、 労働条件改善及び賃金削減なき週5日、勤務制度を合意させた。民主労働党時代、編集2007年10月14日、大統領選挙の民主労働党予備選で、左端が賃、2007年の反戦運動で、中央赤い服が賃、労働運動家としての人生を送った賃賞は、2004年4月の第17大総選挙に、 民主労働党の比例代表候補として出馬して、当選25年にわたる労働運動の末に、進歩主義政党の国会議員となった。2004年、国会財政、経済委員会と運営委員会に所属した。2007年には、国会財政、経済委員会のほかに、予算、決算特別委員会、米韓 FTA 特別委員会で活動した。活動期間中、は、 他の民労党所属議員と既存の巨大政党の国会議員を牽制する役割を果たしたことは評価されている。2007年大統領選挙で、陳昌は現役地、露海さんと共に党内予備選挙を戦った。この予備選挙では、陳昌は2位となり、露海さんとの決戦投票に持ち込んだが、首位に立つことはなく、民労党の大統領候補とはならなかった。以後、 2007年大統領選挙が終わると、2002年大統領選挙、2004年国会議員選挙より低調な得票率を記録したことと関連し、党指導部を退き、翌2008年1月12日から民労党非常対策委員会委員長として活動した。民労党との決別、編集非常委員長に就任した陳翔は、まず最初に、 党の古い要素を果敢に革新すること、次に強力な進歩野党を建設すること、その次に民老等の裾野の拡大を三大目標として約束した。民老等の古い要素の革新とは、運動権政党、民主労総政党、新北党などと揶揄された国民の執筆と警告を謙虚に受け止め、新たな出発を起なければならないと主張した。すなわち、 民老党は運動権政党を乗り越え、大衆的進歩政党に脱皮しなければならないと主張した。陳委員長は、過去、運動権の擁護と打性を進歩的だと考える錯覚がある限り、民老党は国民にとって古くて受け入れがたい党だと言うたなく、国民と意思疎通をしなければ信頼もされず、検証可能な対案を提示しなければならないと主張した。 国民との疎通を妨げる制度だけではなく、習慣からも決別し、単なる批判勢力に過ぎない現状を乗り越え、大衆的進歩政党に姿を変えなければならないと、した。特に、民道党は、大企業正社員党だとする国民の批判を受け止め、民主労務差に対する過度の依存構造を改革し、非正社員の立場をも代弁し得る、独自の運動戦略を立てると約束した。 ましてや新北に偏った政党というイメージを断ち切るため民老党に対する誤解と不信を生み出した一、新海事件に対して口頭にふさわしい責任ある処分を下し、韓国の進歩政党にふさわしい平和統一に対する独自の視点と民族主義問題に関する幅広い討論と論戦を通して再出発すべきだと公約した。次に、強力な進歩野党の建設のためには、 李昭弘政府のに対してを押し立てることを提案した。これに対して、非常位の参加に、李昭弘政府対応大運動本部を設置し、反社会市民運動系を結集し、李昭弘政府に対する徹底した対応体制を取らなければならないとした。陳委員長は、賛成か反対かを論じるだけの野党ではなく、政権が掲げる政策よりも、 より良い政策を掲げて国民に評価される強力な対案野党に姿を変えるべきだと公約した。その次に民老党の裾野の拡大のために同党が固執していた党派団合や派遣構造を使用して民老党の扉をシンポジン A 全体に向けて果敢に開放すると公約した。特に比例代表制は民労党の価値と可能性を国民に示す武器として 進歩政党最初の影の内閣を作ると宣言した。陳委員長は、これを通して、生活の中に進歩を実現する、進歩的大衆政党に、自己成長するため、今までの7年間の民道党の体制を乗り越え、変化と革新を実現し、これを通して、国民の生命と生活を変化させ得る生活の中で、進歩を実現する、大衆的進歩政党に進むと宣言するのではなく、 大衆の生命と生活を変化させる責任があり、能力ある進歩を施行すべきだと表明した。しかし、新非常委,委員長の革新と変化のための努力は、党内の二つの派遣勢力の対立の中で暗証に乗り上げた。いわゆる p d 陣営の一部は、民労党の失敗の原因を、いわゆる征服主義と規定して、脱党運動を主導した。反対に、党内多数派の NL 派は、 一新会事件に関与した者の,の除名処分は国家保安法に屈服するものだとして積極的に非常位の努力を批判した。陳非常位委員長は民労党の腐敗から目を背けており高い視点を持った進歩政治の不在から解放されなければならないと力説した。二つの派遣グループの対立を収めるには力不足だった。以後、2008年2月3日の党大会で 非常対策委員会の革新案を否決され、陳賞は委員長に与えられていた責任と権限を事実上否定された。民道党は分裂の危機に陥った。新保新党時代、編集民道党と決別した陳は、露海山さんと共に新保新党の結成に主導的役割を果たし、2008年3月の総統大会にて、同党の共同代表に就任した。 結成直後に行われた第18大総選挙では、軽機動、茅やし、特用区公選局から出馬。選挙では、フィンランド式の教育の推進と、能力ある、進歩政治を公約の中心に掲げた。しかし開票の結果、得票率は37%に止まり、半奈良党の孫ム麦候補に6%の差をつけられ、再選に失敗した。国会議員に再選されなかった。 陳代表は、進歩進党を解組し、能力があり信用できる進歩を合言葉に、新しい政治の道を目指した。そして2009年3月の第二次党大会では、常任代表職を退いて、新たに、景気地域全国委員に選出された。翌2010年1月19日、4月に行われる、景気道知事選挙への出馬を宣言、同月31日の景気道党候補者、 選出大会にて、進歩新党の同知事選挙候補者に選出された。2月2日に、選管へ予備候補登録を行って、選挙運動を開始したが、公式選挙運動期間中の5月30日に、出馬自体を宣言、野党統一候補である国民参与党の劉ュ民への支持を表明した。知事選挙後、路代表が辞職したことに伴って10月に実施された。 党代表選挙には出馬せず、地方区で運営している、マウル学校で地元に密着した活動をしていく、方針を明らかにした。統合進歩党時代、編集2012年7月16日、右から二人目が、陳2012年に行われる、国会議員選挙と大統領選挙において、進歩主義陣営が勝利するためかつて他元を分かった。 民道党との再統合の議論が進められたが、2011年9月4日に行われた、新保新党の党大会において、合党案が否決されたことで挫折した。これに対して、あくまで統合推進する立場を崩さない、陳賞は、露海山と共に、大衆的な統合進歩政党を建設するためとして、9月23日に離党を表明した。 背景には25日の民党党大会を前に、進歩統合の主役として、自分たちの存在と立場を示す必要があったと、見られている。民老党と参与党及び統合連帯の三党派が12月5日に、合同して発足した、統合進歩党の共同代表に就任した。二千十二年四月に行われた第十九代総選挙では、前回出馬した、 特陽区公選局より野党統一候補として出馬、相手候補を全国最小票差となる170票差で下して当選を果たした。総選挙後、統合進歩党の党権を掌握しているとされる景気党部連合や対北朝鮮政策について、統合進歩党が大衆的な進歩政党に発展するに重要な改革の課題とラジオ番組で述べ、 党改革の必要性を明らかにした。また選挙後に発覚した比例代表候補選出不正疑惑に対しても比例代表予備選名簿候補の全員辞職を含めた党刷新を進め、非常対策委員会発足に伴い共同代表を辞任した。7月10日に開かれた議員談総会で統合新歩党の新たな委員内代表に選出された。しかし、 7月26日に行われた議員断層会で不正選挙の当事者である李測器、金、ジェヨン両議員に対する除名が否決された責任を取って辞任を表明した。議員除名が否決された結果、新歩党内では党内対立が激化し、党刷新を求めるグループは新歩党を離党して新たな新歩政党を作ることを決定した。 シム・サンジョンもロカイさんなど同僚議員2名とともに9月13日に進歩党離党を宣言した。10月14日、進歩党脱党派によって結成が進められている進歩正義党の候補として12月に予定されている大統領選挙への出馬を宣言。党員による賛否投票の結果、9割近い賛成票を得て21日の総統大会で、 正義党の大統領候補に選出された。しかし、大統領選挙候補者登録最終日の11月26日、僕国の当選を阻止するため、立候補自体とムンジェイン民主党合党候補支持を表明した。2013年6月13日、前月5月に正義党からの離党を表明した、関東恩前院内代表の公認として、院内代表となった。 2015年7月18日に行われた、正義党の党代表選挙に立候補、6回3元議員を抑えて、新代表に選出された。2016年4月の第20代総選挙では、選挙区が改変され、軽機動、茅市公選挙区から立候補、野党統一で立候補した前回とは違い、野党候補が乱立したにもかかわらず、背ヌリ党候補を10%以上の大差で引き離して、 当選。継承南、道将原子城山区選挙区で当選したロカ海さんと、共に、韓国の左派政党では、初となる参戦の国会議員となった。2017年1月19日、当初は12月に予定されていた、大統領選挙への出馬を表明。その後、正義党の大統領候補を選出するための、予備選挙に立候補、2月16日に発表された。 選挙の結果、8割以上の得票を得て、相手候補を大差で下し、党の大統領候補に選出された。5人の大統領候補の中では最も左寄りな政策を掲げ、民主開雇の大統領のうち、民主政府も南北関係や民主主義の面では進展をもたらしたが、経済では常に既得権側に立った財閥経済体制を終わらせる。 財閥賛成への経営世襲をなくし、不寛容の原則で、政経癒着を根絶する。大企業に対し社会的責任を強くとうと論じた。また、候補の中でただ一人 THAAD に明確に反対し、THAAD で北の核を防ぐことはできないと主張した。それについて、他の候補から正義党の安保官の無差を追求されると、我々は、確固とした。 安保感を持っている。一番危険なのはこれまでの保守勢力が主張してきた安保第一主義だ。これは偽の安保だ。票のために安保を利用するのは最も危険な安保と言いたいと述べた。本選では全国で2017,458票、得票率6.17%を獲得し、進歩政党の大統領候補として、 これまで最高だった2002年大統領選の件、A 吉の957,148票、得票率3.9%を大きく上回った。2017年6月3日には、正義党の次期代表選挙に不出馬の意向を示し、進歩政治と党に対する無限責任はそのまま持っていく。国会議員であり、党員として皆さんと共に、 正義党の新たな跳約に向け最善を尽くしたいと述べた。ありがとうございます。